はい。皆さん、こんばんは。ノッツオと申します。ということでえ、今回もスーパーマーケットシミュレーション、シミュレーターか、えやっていきたいと思います。はい。ああ、よかった。なんかね、裏でね、あのー、やってたんですよ。まあ、その、4400ぐらい貯めるまでね。 え次の、その、なんだ、成長させるまでの金額を貯めるまで、まあ、裏でやってて、まあ、日ぐらいでね、その金額貯まったんですけども、まあ、日の売り上げがだいたい、1500ドルぐらいまで行くようになったので、まあ、それで結構余裕で貯まるようになったんですけども、なんかね、裏でやってたらね、客もそうだし、この、こいつ、この陳列作業員もなんかそうなんだけど、なんか、うおうさおしてんのよね。ずっと。なんか、 これをね、ずっとこうやって持ちながらね、こうやって右往左往しててね、もうば、まじでな,んな、なんだこいつってなってたんですよね。こ、こんな感じで、こんな感じで、こんな感じでなんか右往左往しててさ、マジ使い物にならないなと思ってたんですけど、一回ゲーム落としてもう一回サイド入ったら、なんか元通りになってたわ。<laughs> よかった。ちなみになんかね、一人増やしたんだよね。なんかね、 よくわかんないんですけど、えー、っと、管理で、えー、採用、採用でね、これ。なんか増やせんだよね、もうね。全部ね。はいや、はいやできんのよ、これ。何人まで増やせんだって話なんだけど、さすがにまあこ、これでいいよな。さあ、セクション6。大きくしましょう。うん。これのために頑張ってきたから。あ広くなりましたね、これは。いいね。 ここに冷蔵庫をちょっと並べるか。うん。冷蔵庫並べて、いいね。これ、ちょっと、これね、しまわないといけないのかね、めんどくせえんだけど、ちょし,ましまって、ここに置くか。で、ここに冷蔵庫を並べよう。おうん。冷蔵庫を取りやすく、じゃ、待って、冷凍庫のさ、そろそろこいつを活躍させる時じゃない さすがに。さすがにこいつ使ってやりてんだけど。こっち向きで、じゃ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 、こっち向きで置くか。どうちょ、この辺のレイアウトは、まあなんか色々と変えていきたいなという感じはするけどあ。レジもうちょっとこれ。あー、ねえ、なんかもうちょっとあるよな。 やり方。まあ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 、そこはまあ、あれか。ちょっと待って。ライセンスも見るか。冷凍、冷凍庫。この冷凍庫を使いたいね。本当にね。冷凍庫。えっ、ー、と、ライセンスは管理から、ライセンス、えー、これね。えー、っと、これね、見れないんだよね。何がこう冷凍庫なのかっていうのがまあ見え、見れないということで。まあ一応これを購入してみるか。 バターシリアル、鶏肉、フライドポテト、ミックスピザ、ポテトバッグっていうのを購入してみた。ちょ、今回はでかくなっしたし、あれしたし、みたいな。ね。あ、あるね。バターふん、ま、バターからが、バターシリアル、シリアルこの三つ目っすね。鶏肉、フライドポテト、ミックスピザ。で、ポテトバッグっていうのは何だろうポテトってことか。普通にジャガイモってことだよね。まあ、あ 一個ずつ購入してみていいよろしいんじゃないかとりあえずね。まあ、棚も、まあ、冷凍庫買わねえと話になんないか。めちゃくちゃ今回出費えぐいぞ。まあ、一個追加してね。まあ、陳列作業員も結構いるから。<laughs> まあ、こ、こ、今回一日はちょっとずつ仕入れて、まあ、またお金を、 戻すっていう感じで、行きたいなっていう感じですけど。とりあえず、冷蔵庫と冷凍庫をね、使いたいよね。バターはなんか普通に並べられそうだけど、どうなのフリージーここかあ、あ、ここだ。さすがにバターは、冷蔵庫じゃないといかんか。これはそうだよな。で、金額を、ま、サンドにしとくか。 オッケー。広くなるといいね。ね。これはこれがポテトなんたらだ。さすがに棚か棚っぽいな。じゃ、ここだ。ええー。あれだな、あれだ。トイレットペーパーと一緒だ。しかもなかなか高い。5.7ドル。これで売ろう。こいつもあれか、トイレットペーパーだな。 トイレットペーパーみたいに使えばいいってことや。よしよしよし。こんなの売ってんのめっちゃでかくないなんかサッカーボールとかまとめて入れてあんのかと思った、これ。ああ。<laughs> あ、さすがにこれ冷凍庫か。<laughs> ようやく冷凍庫使えんの。うーわー。ナイス。金額は、えーっと、5.4。 ようやくこいつ使えるのか。もうラックといいね。この、冷凍庫といいね。マジで。粗大ゴミだったからね、今までは。<laughs> 本当に。お、なんか蜂蜜っぽい。トウモロシコシ系のシリアル。あ、なんかリング系のシリアルか。うまそうだな、普通にな。<laughs> 普通にうまそうで草。<laughs> 普通にうまそうで草。 ミックスピザー、ってか置ける範囲2カか所か、これ冷凍庫。高い割には。これは、冷凍庫かな。あ、冷凍庫だ。オッケーオッケー。あ、これは1個で済むのか。えー。これで、あのー、電気代もちょっとかかるんだろうな。6.3ドル。オッケシリアルも増えたか。これは、鶏肉だね。 鶏肉はさすがにここだよな。フリーズ系だよな。あ、だよな。これは、まあ、無くなってからでいいか。とりあえず、ここの奴ら売れてから仕入れる感じでいこうか。で、このミックスピザは、こいつらが多分運んでくれるから、適当に置いとこう。ははは。うん。それでいいよな。よし。ここ並べるか、ひとまずな。 ひとまずここ並べるか。卵とか、寿司。チョッパーとかない。チョッパーはあるか。えー、っとねーあ。適当に冷蔵庫のに入るやつ買うか。それで、いいでしょう。パルメザン、モッツァレラ、ツナ。で、卵の6パックの方がもうねえんだよ、確かな。あ、8パックか。 で牛乳もないかこれぐらいで。どうや冷凍系。まあ、品出し要員いるんだけど、結局裏の方に物がなかったら品出しはしてくれないから、そこに俺が補修していかないといけないわけよ。それを、こういう朝のタイミングでめちゃくちゃ補修して、回転の時にこう足りな、ここの辺の並んでるのが足りなくなったら、従業員がやってくれるみたいな。そういうシステムだから、 結局は、こうやってこう、いちいちこう、一個一個ね、こうやって向こうに置かないといけない作業と、こうやって俺が陳列作業する作業ってそんなに変わんねえんだよな。言うても。オッケーオッケーオッケー。ちょ、鶏肉いいね。今回も、もしかしたらまたバグるかもしんないんで、バグったら、見てほしいね。本当に。バグりがえぐいんでね。 ここだけだな。OK。うおうさおうしてんだよ、ずっと。何も買わねえのに、こっち行ったりあっち行ったり、ふざけんなっていう。<laughs> ふざけんなよって言いたいですよね。これでいっかなとりあえずな何が足りないのか、あーでも。わかんねえけど、 ま、適当にこういう風うに。あ、チョッパーはなかったっけチョコレート。シリアルもう一個入荷してもいいかこれはあれか。タヌキの方か <laughs>。おい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 。7000ぐらいあったのにもう。やばいぞ。ポンポンシリアル。ポンポンシリアルね。ポンポンタヌキシリアルを、新たに入荷して、 チョコレートも入荷して、新商品安く入れてもいいのかもしんないけどね。で、チョッパーですね。チョッパーここに入れると。チョッパー1回30何個が入るからね。32個だっけ。これすさまじいわ。しかも値段結構高いしな。これはありがて。もうオープンしていっか。オープンしていいやろ。よし。 さあ、今日も頑張っていきましょう。なんかね、俺、その、まあ、バグってたから、バグってて、しかもな、その、従業員増やせるなと思って、一回、ハイヤーしたんさすよ、ハイヤー。ほは火災したかったんだけど、その、右往左往してるやつを一旦、アウトしたかったんだけど、その火災がなかったんだよね。で、ハイヤー押したら、なんか、同じ人を、なんか雇ったみたいな感じになって、こうやってなんか、重なってたんだよな。 なんか歯見えるんだけど。大丈夫これ。これは、こんな中まで作り込まんでいいんじゃないははは。怖 <laughs> さあ、今日もね、え、回転しました。いろんなものを仕入れております。よかったらね、いろいろとね、買ってくださいね。と。まと、あ。何が高いかとかね、何があれかっていうのはね、ちゃんとお客さんの声をしっかり聞いて、 あれしたいなというふうに思うんですけども。まあ、これも並べちゃうか。え、OK。おっ、足らなくなったあれを入れてますね。オレンジ、ほら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 。同じ人物雇ったんかっていう感じでさ、3人いるんだよな、俺の。俺のパーチ。これこれこれ。これ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 。 一体化の瞬間見たえぐないあ。もう人間とは思えないよねああ。これはもう人間の仕業じゃない。人間じゃない、あいつは。ちょっと怖すぎて、恐ろしすぎて、涙が出ちゃうねああ。まあいいや。余分に増やしちゃったけど、まあそれはそれでって感じよ。 水増やしすぎたか。モッツァレラ入れられないあ、入れられる。OK。よしよしよし。ちょう、まああの、ほんまに、ないからおあの、お金が。まああの、増築したから、まあ、冷蔵庫も買ったし、新しい商品も入荷したし、小麦粉が見つかりませんでした。高いやつだな。 高いのがなくなってもうたのか。これだね。ほんまなんか名前を変えてほしいな <laughs> 小麦粉2とかさ、なんか、なんかわかるようにしてほしいわ。小麦粉2。小麦粉2って何やってなるけど。よしよしよし。まあでも、この、ここに置いてるやつでなくなったら補充してくれるのはマジでありがてえな。 箱も捨ててくれるしね。ピザとかも、どうだろう。売れてくれたらいいなっていう感じ。トイレットペーパーねえか、トイレットペーパーめっちゃ入荷するか。あ、これもないな。見た感じ。で、トイレットペーパー。まあ、もう一個入れとくか。よし。よし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 。今日マイナスすごいけど、こっからま、どん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 プラスにしていくんで。 手洗い系は高すぎるか。手洗い洗剤いくらこれまあ、高いって言われたら高いのかもしんないけど、ちょっとそこは多めに見てほしいところもあるけどな。一応、安くするけどね。<laughs> 安くはするけど、本音は買ってってほしいよ、普通に。 これも並べる。いや、まじ、統一性持った方がいいな。この棚、この棚、なんかその日用品とか、なんかそういう風にしていきたいんだけどな。本当はね。本当はそうしたいんだけど。レジの置き方も変えた方がいいのかなトイレットペーパー見つかりませんでした。まあ、トイレットペーパーさっき入れたばっかだから、そう言われてもって感じだけど。 このお客が何か足りなかったかどこかで、ちょっと注文しよう。特になかった。ってことは、ってことはじゃなくて、バターもっこ入荷してみるか。バター、卵4パック。寿司は結構入れたからね。4パック。あ、そうか。俺ジュース買おうと思ったんだ、そういえば。 そうだ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 あでも1400万とか言ってる1400万じゃないけど <laughs> 1400万って言いがちだよなやっぱね何が高いってバターもなんか4個ぐらいしか売れてないけどまあまあまあ、まあ、様子見だよな、ね、でえーっと えっと、ペプシーだったか、コカ・コーラだったかわかんないけど、どっちやこっちか。これの単価上がってんだな。だから俺、入荷しなかったんだ。コーダが見つかりませんでした。これかなてか、今ちょっと安い値段でちょっと入れてるからさ。ちょっと値段変えたいところだな、これ。あ、まあでも、このまんまで十分だな、じゃあ。 あと1本か。そうだってあれか。ペプシーの方がねえのか。ペプシーの方がないけど、入れられないからごめんねと。こっち電気つけてもいいいや、でもいいか別に。あ髪の毛、すごい人来た。これ何なんなんマジでこのテカテカな。俺、うちのあれが悪いのか。パソコンが。パソコンが悪い件について。うんうん。 ケーキもないか。ケーキ、キャンディ、奮闘。これ、開いてるところに置けるな。OK <laughs> 鶏肉、クソ、鶏肉か。鶏肉さっき、床したんだけどな。な、な、なんだ、なんだ、3三人いるからね。ま、同一人物みたいなのが一人いるけど。ははは。 同一人物みたいな一人いるけどこれ冷凍庫もう一個買ってもいいかあくそ注文できねえかよし今日の営業が終わるまでは注文できないから様子見するしかねえな蜂蜜ももうないなめちゃくちゃ混んでるやんここすげえ普通に道路歩けんやんねこれな 暗すぎ、怖すぎ。もう9時だけどね。あ、でも2221。すごくね。800とかスタートだったのにさ。まあ、もと7000あったと思えば5000マイナスぐらいだけど。まあ、それはそれって感じよね。もういけるな。まあ、あっちの方ね、コカ・コーラの方がないんだ。ペプシか。まあ、どっちでもいいけど。どっちでもいいんだけど。 右往左往する客はいなくなくったなまあ、一回しか見たことがないんだけど、右往左往してる客、客っていうか、ま、従業員。まあ、どこに何を持っていけばいいのかわかんなくなってる従業員っていうのかな。そういうのがいたっていう話なんだよね。さあ、本日ね、最後のお客様ということで、ちゃんとね、対応してくださいね。はい。俺ら、えっと、6人体制かな。 になったんでね。一人増えた。一人増えましたんでね。今後ともよろしくお願いしますね。はい。うわあ、ハゲてますね。いいハゲ、ハゲ方だ。ね。はい。ありがとうございました。締めよう。まあ、44人来て、まあ、半々ぐらいならいいか。見つけた商品が高いっていうのはもうどうも無視、ね、無視無視無視。無視して、 まあ、まマイナス5千0っていうのは、まあ分かってたかな。さあ、この冷凍庫ね、購入したんで、もう一個置こうか。ここに置けるよね。まあ、ちょうどよく、置けそうなんで、置きましょう。あ拾えるな、OK。これでちょっと鶏肉を、ちょっと置いてみよっか。これも、あれ系かなあはは。いや、いいね。 この感じいいね。ここ鶏肉専用にするか。よしよしよし。冷凍固形はまだね、3種類しか死なないからね。しかも結構高値で売れるね、やっぱな。9.6。よし。こんなもんだろう。まあ、あとは、やっぱ従業員がね、並べてくれるから、意外に、イはね、暇できんだよね。まあ、ワイは暇できるから、 紅茶も買ったけど、紅茶は、あ、まだあんのか。まあ、いいや。並べよう。オープンさせるか。じゃオープンさせよう。この時間がもったいねえわ。はい。オープン。いやー、どれだけ回復するのが目的かっていうと、あれだけど。まあ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 。5000ぐらいは行きたいよね。 じゃあ来てくださいね。美味しいものたくさんありますよーっと。品揃えね。ナンバーワンですよーっと。ちゃんとね、皆様の声に応えて、商品を入荷しております。お、早速鶏肉だ、まあニ個とか買われるともうすぐ無くなるんだよ、これほんまに。やばくねえか。やばいんだよね。ヨーグルトはまだあるし、 実はサーモンがね、なんか安くなってたんだよね。これ安くなりすぎてるわ、さすがに。これじゃ売れねえから、10.8。で大型寿司もなんか高い、値下げされたんだよ。これでも、まあ、高いわ、これさすがに。買えないわな、みんな。みんな買えない。これぐらいで売るか。よし。ムスカとか、グラタンとか。 バター結構入荷したからマジバター買ってってくれよな。頼むから。お従業員いるからマジであの、こう見てるだけでいいんだよ俺は。待ってるだけでいいんだよ俺。ほんとに俺いらないからね。<laughs> いらないことはないけど。まあなんか、小麦とかこの辺とかなくなりそうだから。 入荷するか、うん、いや、もうこれの最終目的ってのはさー、まあ、あの一番でかくするかなーじゃん、たぶん。ねえ。多分ね多分ね最終的にその全部のその成長をさせて、一番大きいスーパーにするってのが、まあ最終 目標だと思うんだだよねだと俺は思ってんだけどどうでしょうかえー小麦小麦このでっかい段ボール2個しか置けないのほんまに <laughs> やだなこれぐらいのサイズぐらいが一番いいんだよね6個置けるから6個7個 6, 6個9個ぐらい置けるのか えぐいぐらい置けんだよね。トイレットペーパーない。鶏肉はまだある。フライドポテトがもうなくなりそう。パティスマライスがもうない。さっき入荷したけど。まあ、2個ぐらい並べるか、店頭に。塩も並べる。で、小麦も3ぐらい買って、並べる。いや、フライ、あ、あ。 ミックスピザじゃなくて、なんだっけフライドポテト。フライドポテト忘れとったな。ま、あいいや。めちゃくちゃ。ちょっと、うごうさをしてる気味のやついた。あ、これ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 。これ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 。なんか不思議な現象起きてるっしょ。解体いい商品がないのかな多分ね、トイレットペーパーなんじゃねえかなと思っちゃうんだよね。なんかペ、トイレットペーパー置いた瞬間、なんか、買い出しちゃう客もいるからさ。 <laughs> 早速現れたな。じゃあトイレットペーパー入荷してみるか。これね。で、フライドポテトも2個ぐらい入荷するか。よし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 。購入するよりも売り上げの方が高くなってんのマジでありがてえな。トイレットペーパーここに入れるわ、じゃあ。らあら、来て来て来てほら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 。 ほらほらほら、トイレットペーパーがなんかね、なんかバグの要因なのかなっていう。トイレットペーパーでバグって意味わからんけどな。何なんなトイレットペーパーでバグって。<laughs> 俺に、なんでか教えてくれねえか。よしよしよし。牛乳もないか。だからトイ、ああいう風になったらトイレットペーパー置くみたいな。 いやな、な、知らねえよ。なんで、なんでそう、なんでトイレットペーパー置いて、そうなるかはちょっと知らねえけど。ね。トイレットペーパーは、品出しすんのもすげえ楽だし、あれだけどさ、クリーナー私が高すぎるか。クリーナー高すぎますか。いくらぐらいなってんだ いやー、まあ、これぐらいは面倒見てて、ちょっと、ちょっちとょちょちょ、あの、多めに見てほしいわ。だいたいプラス0.4ぐらいで俺、売ってっから、それで高いって言われるのは、ま、仕方ないか、でも。やっぱ、お口、こっちもね、利益がないとね、ほんと、本当スーパーは、あの、経営できないから、経営できないから、 ちょっとそこはねお客さんの声に答えられないかもしれないけどそこはちょっと寄り添っていただいてね、えー、高くてもちょっとかっ買うとかいうねあの気持ちはちょっと見せてほしいなというふうに思うんですけど、まあ、高いと思うんだったら、まあ、別のねお店に行ってね購入することをおすすめしますよとねちょっと言っときますわステーあステーキがなくなったらしいこの見つからない商品に関しては まあ俺の責任だわな <laughs>。でも本当にそれは申し訳ないっていう感じ。まあ、高すぎるのはもう世間的に、そういう風になってるから仕方ないよねっていう。税金も取られるだろうし、うん、その声もわからなくでもないけど、ステーキ、ステーキ2つぐらい頼むか。32個入ってんだよな、ステーキは。 なくなるのも遅いから、すごいいいものなんだよね、ステーキ。並べんのがちょっと苦労か。32もあれば。よし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 。どんどんでかくなって、どんどん売り上げを良くして、この辺のスーパーを閉店まで追い込むわ。ライバル店を閉店までは追い込む。 目標ね閉店までおいこう牛乳もありますよ。もう入荷できないんで、この品数でやっていくしかない。こっからは従業員のあーポテト鶏肉も購入していただいておりますね、これね。まあ、あ,ありがてえわあ待て。 トイレットペーパーのお客様かもしんない、これ。でも、トイレットペーパーでも在庫ねえよな。トイレットペーパーの在庫は、ねえよな。これだ、こうなっちまうとね、もう、こいつ救えないんだよね。<laughs> こうなっちゃうと、この人救えないんすよ。ほんま、お前、陳列でも邪魔だし、お前。ほんま、どっか行けや。 ああ。さすがにどっか行けやっていう。うわ、鶏肉がなくなっちゃってるなちょっとポテト積むか。よしよし。次鶏肉。そしてポテトも、ポテトってかその、じゃがいもね。お、乳化して入れたい。あとトイレットペーパーも置いとかんとあかん。この人ほんまに無理。これでしかもなんかしなきゃ。これついてくんだよ、これ。ないってお前が買いたいもん。 お前の買いたいもんねえんだよなお前の買いたいもんないないや、お前の買いたいもんないんですよ。<laughs> お前のってお前じゃ、お前で言っちゃうか,かあなた様のね、買いたいものっていうものが見当たらないと。トイレットペーパーなんでしょうね。トイレットペーパーないんですよね。もうね。 これ、前までなかったんだけど、こういう風になってしまうの、ほんとどうにかしてほしいな。ね。消せるんだったっけなんかラベルみたいな。消せ,消せる、消せる。消す、消す。消すことができる。いや、マジでね。こうなった時にはもうね、決算するしかないのよ。OK。おお889。さあ、えっ、ー、と、3日目えー、2日目ちょっとわかんないけど、オープンしましょうか。 えーっと,と、ポテトを買ったし、トイレットペーパーも買ったねポイ。トイレットペーパーはもうなくなったら入荷するか。あ、そうだ、鶏肉の値段がね、なんか上がってみたいですね。めっちゃ上がっとるやんけ。この値段設定しちゃってことは、9.6より低かったにもかかわらず、これだけ高くなった。肉はやっぱ高くなるもんなんかな。ピザがそんなに売れてないち、16、いや、入れてくれたのか。 その都度入れてくれてる可能性があるね。おそう、なんか重そうだけどね、これマジで、この芋。でか,でかくないこう、海外のお芋ってこんなでかいのねえ。お芋がでかすぎる件について。水入れるか。<laughs> 水。グラタンはあれ、グラタンないな。グラタンない。 ウオっサうおうさおうの民が現れないこと祈りつつだけど、まあ、そいつが現れたらトイレットペーパーでなんとか処理できるということが、わ、はい、かりましたんで、まあ、裏でもそうやって処理してたからな、<laughs> なんとか。ね、裁けてるんだけど、でもやっぱ9時以降になった時、まあ、要は商品を仕入れられない時にそんなことされたら、もうどうしようもできないから、俺はほんまにご勘弁ねっていう。 感じなんすよ、ね、どうなったお客様はもう一生救えないわな。<laughs> よし。サーモンもなんか値段が。あ、お、ま、前、あ、こんなもんか。シャンプーがないだと。こんなバカな。キャンディーもね。あんなに入荷してたんだけどな。 グラタンはあるね。高すぎる。ポテト。キャンディー、シャンプーね。キャンディーシャンプーか。キャンディーシャンプー。二個ずつぐらい入荷しましょうか。さあ、日用品はまあね。やっぱ売れ,売れるんで。 空いたところにぶち込んでいくんですけどこれポテトもねえんじゃねえのかポテトもねえなキャンディー置くかそもそ,そもその前にな空いてるところにオッケー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 でポテトも入れるポテトも入れるこれポテトも入れるよし トイレット、トイレットペーパー枠みたいなのは本当に助かんな。なくなったら、ちょっと入れてもらうか、これ。キャンディーよし。OK。あ、重なってるな。従業員暇そうにしてるわ、でも。あー、そこの中残り1個とか購入少しに合わしてもうポテトがなくなっちまった。1人2つたかってたらもう終わりだもんな。 マジでパスタパスタがないパスタないいやーパスタもねえかお客さんの声を聞いてない商品をちゃんと入荷しないとなうわ手洗い用がなくなっちゃったのかい,いなそこのチョコ買ってくれ頼む シリアルめっちゃ買ってくんだけど、えそんなに買うのポテト。鶏肉。やっぱ鶏肉高くなったから、なんで一個残すねー <laughs> なんで一個残すねんなねえ。これ一個残すってお前、は、お前、ダメだろ、それは <laughs>。 1>, 1個残すなやお前もうなんかもうなんか3個までいったら4個も変わんないやろねえマジで <laughs> そこのシアル取ってけよお前棚が必要なのか棚がないことに置く場所に困るなんてことが今までなかったからさ まあ、いいか。手洗い用。この一個買い,いとか、お前ふざけんなよ。まあまあ、そこにパスな並べる。ちょっとポテト入荷できないな。トイレットペーパーもね、売れてねえんだよな、言うてね。シリアル。お、シリアルなくなったな。手洗い用。シリアル。で、新しく仕入れたシリアルも、 入荷するこの CR も入荷する。で、ケーキもなくなったんだよな。で、手洗い用もなくなったって言ってるから。よし。OK、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 OK。ただいまね、商品入荷しましたんで、お買い求めいただけたらなと。はい。ケーキ ケーキも、ケーキも結構並べてたんだけどね。やっぱ大人気商品。やっぱこれで一杯やりたいよね。うん、これで一杯やりたいよ。お、早速売れてるわ。早速売れてます。値段もね、正直ちょっと見直したのさ、高いって言ってるやつはちょっと下げたりしてるんだよね。とお客さんの声を聞きながら、まあ、半円はね、しております。やっぱ変われないことにはね、やっぱうちの <laughs>、 うちもでかくなっていかないからね。やっぱね、やっぱお客さんの声しっかり聞く,聞くべきだなっていうね。さっきの言ってることがコロコロ変わってるかもしんないけど、まあまあその都度変わります。言ってることなんてのはね。考え方も変わります。もうそろそろ時間だなぁ。ウォサをしてる客がいないなら、かな 鶏肉はそんなに売れてないっすねポテト売れてるなグラタンえグラタンってさああるわグラタンはあるポテトどうぞどうぞポテトね買っていってくださいね4000ドル売り上げそうだけど まあでもない商品はやっぱもうお客さんの声に従うか。もうなんか何があって何があるのかな、なくてあるのかわかんないから。このレジの、レジバイトの人の近くにいて、俺は見る。見るだけの係になろう。俺は店長やからな。 久しぶりにレジやりたいなっていう感覚もあるんだよね。それはもっとでかくなって、もう一個レジカウンター置,置くことになったら、まあ従業員雇わず俺がレジやろうかなっていう感じはするけどね。寿司もね、モッツァレラチーズもないとか言ってたな。まあでも結構回復してきたぞ、4212。やっぱ一日の売り上げも1000は超えてくるんだよね。扱う商品も増えれば、 やっぱ買っていってくれる商品すごく多くなる。あれうおうさをしてるうおうさをしてるね。何をお前はお買い求めしたいんだよ。トイレットペーパーならここにあんで。欲しいのかトイレットペーパー。ここに置いとくからさ、買ってってくれ。まあ、ポテトの可能性もあるの。 これ何んなマジで <laughs> この <laughs>。おい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 お前もやっぱ人、人でしょ人、人なんだからもうちょっと考えてこう行動しようぜ。あ,あそんな機械的な動きしなくていいんだって <laughs>。やっぱお前機械なんだみたいな。AI が動いてんだみたいな。ちょ、AI がバカ、バカにやってんだよね。だから自分が買いたいもの買えばいいんだよお前。 自分の買いたいもの買え。もう閉店すんよ。閉店すっからね。あの、おでも、満足してる客が、の方が多いの。いいね。さあ、本日もここまでにしよっかな。ああ、次から、あまた目標立てて、ちょっとそれまで準備して動画にしようかなっていう感じかな。まあなんかもう動画にするネタもなくなってきてはいるんだよな。<laughs> ちょっと見てても、つまんないだろう。どうだろう。 ねえ、ちょっとわかんないんですけども、まあ、今回は冷凍庫を増やして冷凍庫をようやく使えるようになったと。冷凍庫商品ね、ミックスピザと、まあ、フライドポテトと鶏肉ですね。この3つ。で、そう、えー、次物ライセンス買ったらまたさらに増えると思うんで、うん。まあ、緑茶とかいいっすよね。ボトル入り水もなんか新たに、チーズも卵もね、増えるんだよね。 これがちょっと気になるところなんですよね。成長もね、もう23まであると、えぐいよね。店舗レベル99。もう払う金額もえぐいし、もう正直ここまでを動画にするかわかんねえよ。わ <laughs> かんないから、あどうしよっかなーっていう感じですね。どこまで大きくなるのか見てみたいけど、まあここを大きくしてもいっか。まあでも並べるのも大変なんだよな。 はい。ということで、本当にもしかしたらもう次回以降動画わかんないかもしんない。なんか、変わり映えしないと思う人さは,はい。ちょっと今回はまあ冷凍庫を置いてみた。で、うをさをする客が現れたっていうその2本でね、いきたいなと思います。はい。ということで今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。バイバい